さあ、里崎さん物語第10話やっていきたいと思います。お願いします。今日の目標はですね、通算500打点いきたいですね。あと6なんで今日中にいきます。ていうかもうこの時はあれですね、観覧車ないですね。観覧車左中間 OK OK ナイスナイス。ボーカー懐かしいな。ボーカー OK、よし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 、いけ、回れ回れ。やばい、タイミングだいぶやばいけど、逆にこういう時の方がないですね。さあワンアウト一塁、ここも一発狙いましょう。一発、最近一発が出てないね。そうでもないか、結構出てるか。うわうわ、銀次うまやばい。 OK、 危ねえ危ねえ危ねえ。ここちょっと走ろうかな。ツーアウトらしい。あバレとるやないかい。タックルしろ、そこ二塁でもタックルしろ。なかなかランナーがいないっすね今日はね。打点が増えない、打点が増えない。どうこれ、増えたー。ランナーがいないならホームランを打てばいいじゃない。 OK、 ソロホームラン。すごい試合ですこれ。11対11、追いついてるし。これ試合時間えぐそうだな。あ、今の10時10分だ。 OK、 嘘でしょ。きたー、激アツ。2本目きた。なんか調子いいぞ今日。なんちゅう試合やこれ。打たれてはいけないとか失礼だな。おい三橋さん、これはどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。危ないなおい、危ないよ。ちょっと抑えが危ないなこのチーム。さあソフトバンク戦いきましょう。さあランナーなし。今ねロッテ一応2位なんですよね。で1位がオリックスで6ゲーム差ぐらいだから、全然優勝狙える位置にはいます。まだオールスター前なんでね。 OK、 超えろ。まあ、ちょっとチームの勝利を目指していきましょう。OK、 これは落ちたし、よし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 。ダイソーやめて、ダイソー。さあ大峰さん、恐怖の9番打者。やばい、削るかこれ、削れ。危険すぎるよマジで。でもいいよ、今の良かった。逆に今のやらなかったらゲッツーだったよ。最近3試合ちょっと調子悪いっすね。さあ武田翔太投手、やばい、また絶不調になってる。疲労がやばいよ疲労が。ちょっと連戦続くとすぐ絶不調なんだから。もう OK、 よしよしよし、ナイスナイスナイス。やばい、得点圏打率がなんかめっちゃ下がってるな。ここでちょっと2打点取りつつ得点圏打率も上げていきたい。よし、さあここ狙います。フォアボール相手なかなか出してこないんでね。やばい、タッチアップ、集中。やばい、詰まったな。落ちる、オッケーオッケー。まあ落ちたけどホームランボールだったな。オッケーオッケー、ナイスラン。よし、ここは俺がホームに帰れば同点ですね。大峰さん、オッケー、よし、行こう行こう行こう、回れ回れ回れ、オッケー、いける。細川さんぶち飛ばせ、だい、弱っ。さあホームランでサヨナラの場面、ここで森福投手。うわー、ダメだ、味方頼む。負けとるやないかい。いよいよ明日はオールスターゲーム、ファン投票の最終結果をご覧いただきましょう。これあるぞ、前日に発表するんか、お前急だな。頼む、来てくれ。え、おわ、大谷騎士金子。さあここはまあすごいメンツが並んでるけど、キャッチャー、キャッチャーあるよ、頼む。やばい、1位島、2位伊藤、3位里崎。9万ちょうど、9万ちょうどってお前これ組織票だろ。9万なかなかちょうどにならないぞ。
え、でもこれ3位じゃダメなんかな、出れないんかな、出られないんかい。さあ後半戦始まりました、行きましょう。さあオールスターはね残念ながら出れなかったですけど、まあ来年のオールスター目指してね打っていきましょう。今日もここは欲しい、絶対に欲しい。いやー抜けないよね、くそ、おいでかいな、イデホ。さあもう一回チャンス来ましたね、今度こそ。バルカンチェンジ、バルカンチェンジって大隣さんも投げたんだ。落ちてほしい、これ落ちたらこれワンチャンない。オッケーオッケー、回れ、よし、ラッキー、よっしゃー、あと2抜けて、やばい、ゲッツーはあかん、危ない、危ない、こう走ろうかな、ツーアウトだし。オッケー、これ完璧じゃない、これあるよ、ダーン走るべきではなかったですよね。さあ市民球場来ました、行きましょう。市民球場ねマジで狭いんでホームラン狙います、ここマジで狙います。うわっ、これがセッツかい。うわ、そのインローのさ進化やばくない、あーもう進化かと思うじゃんそれ、やらしすぎるだろう。さあ来ました、2アウト満塁、ここで決めます、ここでホームラン打って500打点決めます。よし、いける、マジでいける、めちゃくちゃ熱い場面、よしよしよし、次ストライク取りくるよこれ、シンカーで間違いない、オッケー、よし、いや落ちろ、あっ、ああ、回れ、よし、来た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 、あ、500打点到達。これ花束もらえる、これ花束とか、え、あれ俺500打点いったっけ、これもらえないのもしかしてえ、もしか地方球場だから誰も来てないスタッフが、嘘でしょ、終わり、500打点ちゃんと言ってました、ただ花束はありませんでしたさよなら。